ちは、シエラです。これからお昼ご飯を作るのですが、今日はお弁当にもぴったりのレンコンと豆腐の照り焼きつくねを作っていきたいと思います。それではどうぞ。
レンコンとあとネギも結構たっぷり入れたので、うん、香りがかなり、うん、